東京銀座の飲食店前では開店の1時間以上前からすでにお客さんの行列ができています。なき味の生寿司お重でございますね。見た目は本当にうなぎみたいですよね。何を食べたかい？かしこまりました。うなぎ、うなぎ味の美味しいです。美味しいけど、多分うなぎじゃないなと。油もうなぎほどそこまで乗ってませんので、油が苦手な方はむしろあっさりしての感じの方がいいのかもしれませんが、うなぎとその生酢のコラーゲンの違いで、蒸しすぎるとコラーゲンが破壊されて身から外れてしまうらしいので、蒸し時間は短めにしてくれと言われまして、今回7分ほど蒸させていただいての提供させていただきました。販売